さ、お姉さんどうですか。どう？肩なんかある？体のお悩み。え、目が最近めっちゃ疲れるんですよ。目が疲れる。ずっとコンタクト入れてるんで。ほう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 。それ取れます？まあやってみましょう、とりあえずは。やった。あ、やってます。いやでも今から消毒まみれやってくるからね。仕事上で。いや確かに。でろ？でも。うん、自習とかでするんですけど、うんうん、手ガッサガサなりますよ。ガッサガサなるでしょ。本当に。女性任せだね。あったよね。はい、行くよ。お願いします。あ、硬い。本当ですか？あ、これ絶対気持ちいいタイプ。うん、あ、やった。肩絶対行くよ。はい、行くわ。あ、気持ちいい。そこまで待たねえけど、はい、いやもうみんな並んでますよ。風が吹くとね悪いんですよ、本当。ちょっとあの安定させますんで、これ。はい。OK。行きました。大丈夫ですか。なんかだん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 並んできてますよ。あの人が人を呼ぶんで。確かに。なんだろうな、これあの誰も並んでなかったら本当来ないんですよね、大分県民って。日本人もそうです、全体そうですけど。いやそうですよ、誰かがおったらみんな釣られていく。そう、並ぶのに価値を生むってこれ何なんだろうね。確かに確かに。外国とかそんなことないんだけどな。え、外国も行ったことあるんですか。いやない行きたいんだよ。あの、チャレンジしたいのは山々なんですけどね。あ、やっぱ今行けないですもんね、うん、そうそうそう。別にあのどこでもやれる自信ありますよ、これは。おー、すごい。あの共通なんて、やっぱ文字だけ書いておけばいいだけです。フリーマッサージ、うん、確かに確かに、うん、え、でもフリーマッサージぐらいなら私でも読めましたでしょ。はい。絶対誰でも読める。あ、結構硬いな。これ肩甲骨から来てるな。 あ、本当ですか、うん、猫背なんですよね。猫背だろ、うん、ちょっとね巻き方っぽくなってますしね。本当ですか、うん、将来的にちょっと、いやマジ気をつけた方がいいかも。猫背の直し方とかあります？あ、それはありますよ。本当ですか？それ姿勢ですよね、まずね。あ、やっぱりそうですか、うん、姿勢直す。姿勢。あ、いやもう気づいたら猫背なってるんですよね。いやでもね、骨格とかもありますよ。あ、遺伝もありますんで、まあ、親の。あ、じゃあもう遺伝のせいで。うん、それもある、うん、まあ、それのせいでしとってもいい。まあ、そのせいで。いやでもね、その他でもやっぱ、でも人生ってほぼほぼあの仕事で決まります。おー、どんな仕事を働いてるかによってそのね、ウィークポイント変わってきますんでね、うん、まあもう本当看護介護士っていうのは本当オール、背中、肩、首、頭、うわ、うん、まあでも足も疲れるかな。あ、まあ確かに立ちっぱなしですもんね。でね、なぜか知らんけどやっぱみんな疲れている人ほどあのストレスがもうやばい。本当ですか？すごいなって。なんかもう朝来る人とかもう死ぬほど疲れてるもんね。そうそう、ヘッドマッサージとかやってるけど、やっぱ朝で長時間起きる人もいますもんね。はい、じゃあね、ちょっとあの肩甲骨やっていきます。やったー、ありがとうございます。はい、これをこうしますよ。手にしてね、力抜いてね。はい。こうきまして、はい。おお。うわあ。うん。まあでも指はまだ入るね。入ります。まだ入る方。うん、痛い。ちょっと上から、ちょっとここら辺から入らなくなってきてる。うん、え、何、筋肉が固まってるみたいな感じですか。うん、そう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 、単純に言うんやったらね、だんだん猫背になってくるとこう埋まってくるんですよ。だんだん。あ、そうなんですか。で指入らなくなってくるんです、そうなってくると完璧にもうほらね、背中が丸まっちゃってます。あ、はい、こうまた楽にするよ。はい、でこの肩甲骨ってやっぱ動いた方が痩せますんでね。あ、やっぱりそうですか。うん、こう代謝がやっぱありますね、ここにも。なんか YouTube で見たことあるんですよ、うん、肩甲骨ほぐすみたいな、うん、1日坊主ですよね。3日も持たなかったです。まあよくあるよくある。まあでも覚えとたいよ。ここあの一応関節なんで、はい、ここ錆びついちゃったら動かないんで、今筋肉って動かさないと代謝が生まれませんのでね、普段から動かすように気をつけて。受けます？ただでマッサージです。40分待ちぐらいみんな並んでます。マッサージ。マッサージ。
YouTuber です。 YouTuber です。登録者1000人超えてますよ。たかだか1000人よ。たかだか1000人前行ってないからね僕。えでも難しくないですか前行くとか。あーいや継続は力なりだね。あ確かに確かに。えいつからやってるんですか。3年前。3年もうよそそ4年になろうかなっていうぐらいですね。多分遅いぐらいです。いやあの地域差もあります。あー確かに大分県って目立たない。いやしかも大分県結構あんまり来ます。人来ますよ。あ来ます。来たら来ますよ。あそうなんですね。俺来てるみんな来た。 YouTube デビュー。 YouTuber デビューです。 YouTuber デビュー。なんか偉い人増えたな。え今ライブやってるんですよ。えでもみんな映っちゃう。ライブはちょっと。なんでですか。気持ちいいですよ。ただガチただ気持ちが宣伝してる。はい、はい、あどうしようかな、ずっと行こうか。お願いします。ありがとうございます。はいこう行きます。おー、まあ、首もちょっとあるかな。すごい。俺ボール見てたけどね。どう首。めっちゃ気持ちいいです。めっちゃ気持ちいい。やっぱお姉さんあれだな、将来的にこうあれだな、本当。今のところこの中では2番目ぐらいにあれかな。一番硬かったの誰ですか。あのオレンジの服の人ですか。なんかさっき聞こえました。硬、はい、いって言って。間違いなくあの一番硬い筋肉なのは彼ですね。ただしお姉さんもかなり。あ本当ですか。来ますね。マジで間違いなく。やっぱ先天的筋肉方法はもう常に確かに猫背なんで間違いなく。はい行きます。ぐいっ。おお。5目のツボ。はい。よいしょ。痛ーい。はいはい持ち上げ。はい持ち上げ。うわー。まあ多少は好きですよ。はい。いやもう今でさえ結構スッキリしてます。でもマッサージ初めてでしょ多分。初めてですよ。でしょ。なかなかないよね。だって高いしこんなマッサージ受けるの。いやそうですよね。なんか1回行きたくって調べたんですけど、うん、なんか30分5000円とか。そんなもんじゃないですか。いやうちは1時間3800円ぐらいだよ。そうなんですか。安くやってるよ、うん、あんまり高すぎてもあれだからと思って、まあ、置いた時は比較的物価はね、あれなんで結構ケチが多いんで置いた時それは確かに思います。じゃあ私ライドとかめっちゃ高くないですか。うん多分ラフィネとかああいうところかな。まあまあ結構メジャーなところと思う、うん、あチェーン店なんで行きやすいところって意外と高かったな。商業施設にあるところとか高い。ああそうなんですね。でもねうちのお店の最小年齢は、まあ、あの小学校ぐらいけど、まあ、それ親御さん連れてきたけど高校生ザラに来ますよ。本当ですか。高校生マジ行きたいんですよね、うん、高校2年3年ぐらいの方来ますよ。普通に部活疲れとかほらバイト疲れの人。ああ確かに確かにそれは多いと思います、うん、女の人とかさ普通にあのこういうボディケアとあとリンパマッサージとか受けていくもんね。5000円ぐらい払ってよ。あリンパマッサージ行きたいですね。すごいよ本当。世も末だね。確かに高校生 で、まあ、で体に使うことは悪くないよ。まあ確かに確かに。ペットいきます。ただいまコンパ場とかしてます。確かにマッサージコンパ会場。一応並んでる人たちで。そうそう一応並んでる人たちで。美人な方多いとねあれやね、うん、男性も集まるからね。はい、こう頭を越えます。ありがとうございます。気持ちいい。お姉さん反応楽しい。いいね、うん、反応いいけ楽しいね。本当ですか。マッサージ受けたことない人とかね本当。いややっぱこういう上手い人をね、まあ、自分で上手いっていうのもあれだけど。いや上手いですよマジで、うん。まあ一応この後誰かおったっけ。もういないね。あと一人女の子がいます。本当。はい、ちょっともう3もささっといくよ。ささっとささっとあんまりあれやったら悪いからね。失礼します。はい、はい、こう楽にしてね、はい、ハンドマッサージこれ誰でも気持ちいい。おお
気持ちいい、うん、ハンドマッサージはもう本当誰でも好きやな。僕的には飽きるんだけど飽きる箇所ではあるんだけど。え、どこが一番飽きないですか？肩だな。あ、やっぱり肩、肩周り、あとヘッドマッサージ僕そこら辺が好きですね。やっぱ反応が強いんで、ここやる面積は少ないんでね。あ、まあ確かに。やられる側としては本当気持ちいいんですけど。いや、ここ本当に気持ちいい、うん、気持ちいい。本当やったらやっぱベッドに横になって仰向けで、あ、いい音楽を聴きながらやるっていうのは、あ、いいですね。まあ今日ちょっと昼間それまでやってたんですけどね。お店の仕事でですか？仕事です。ええー、お店やってますね一応、はい。ええー、すごい。どこですか？僕あの南大分の田中町っていうところ分からんだろうね。南大分とかあんま行かないんですよね。行かないでしょ。全然行かないです。架空って言って分かる？架空方面って分かる？ああ、え、ワッタンとかある方ですか？あ、そう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 。あれよりも手前の方に CP ってあるの知ってる？セントラルパークっていうボーリング場があるところ。え？ A プライスとかね、CP あるだろう。あとスターバックスがあるところ。南ミュータン。わかりました。やろ？はい、あの先になんかボーリング場あるだろう？え、なんかあれですよね、あの、なんかパチンコドライブスルーのあるスタバの、そう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 、ここら辺ですよね。そう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 、だってあこから辺から僕のところは 500m 圏内かな。へえ。でやってます。田中でしたっけ？はい、田中町。あ、一応あの YouTube の方にもあのリンク載せてますんで。あ、確かに、それも見れば一発ですね。はい、まあいつかいつかね。もうお金貯まったら。そう、仕事働き始めたら、ね、もうそれぐらいで僕は構いませんので、ね。あ、ありがとうございます。はい、 OK。 じゃあ最後締めいこうかな。はい、だいぶいい感じだな。いや、肩めっちゃ楽なりました。めっちゃ楽になった。目開きます。ああ、それはもうその言葉がね一番嬉しい。本当ですか？あ、もう一人来ました。もう終わります。もう終わります。あ、やっぱすごく気持ちいい。おお、あー気持ちいい。首根っこ、お姉さん結構首がね悪くなりやすいわ。あ、本当ですか？うん、結構来てる。ことです。特徴？特徴？ああ、これ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 。いや、みんなやってたろ。あ、機械の？うん、だって機械じゃないけどね。いや、さすがにやらないのはかわいそうかなって。おお、すげえ。みんなやってるからさ。すげえすげえ。え、何ですかそれ？あの、タイ古式マッサージわかります？聞いたことある？いや、ないです。あの、タイの方で使ってる。そういったほら、これなんかそんなっぽいでしょ。確かにタイっぽい。うん、そういうマッサージです。こういう、道具を使ってやるマッサージ。すげえ。すげえ。すげえ。え、疲れないんですか、こんな連続で。全然疲れない。あ、もうありがとうございます。え、だって転職だもん。あ、本当ですか？転職だからね、基本的には。お、あ、それで YouTube もみたいな。うん、そうそうそう。やっぱ反応もらえるのが一番楽しい。おお。ありがとうございます。はい、最後。なんだかんだ言ってお姉さん一番長くなってきます。本当ですか？はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。お願いします。どうぞどうぞ。はい。座ってください。はい。